こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今回紹介するのはですね、ソニーのウォークマンです。ソニーのウォークマンは結構久しぶりなんですけど、これがですね、こういうものなんですけどね、これはですね、ソニーのウォークマンで WMEX651 というものです。これはですね、発売がですね2005年なんですよ。で、この EX651 っていうのはですね、カセットウォークマンの最後の機種ですね、ソニーが出したのらしい。正確に言うと分かんないんだけど、いろんなところ調べて、ウィキペディアなんかと見てもいいんですけれども、国内の、生産っていうかですね、ソニーが出すカセットのウォークマンとしては一番最後の機種です。2005年発売です。その後ですね、NW っていうですね、ネットワーク、ウォークマンっていうのかな、そういうものに変わっていくんですけど、それは今でいう iPod みたいな形ですね。ハードディスクやメモリーをこう内蔵したタイプですね。IC メモリーとかですね、何モデルって言うんだっけ、というようなカセットを使わないオーディオですね。あとは CD ウォークマンがあったりとか MD ウォークマンがあるんですけど、カセットウォークマンとしてはですね、一番最後の機種なんですね。で、これはね、面白いことにね、これスピードをね変えられるんですよね。後でちょっとやってみますけれども、そしてですね、これリバースが効きますね。それとあとこれホールドがですね、こんなところについてるんですね。これホールド、これがホールド、これでホールドで、黄色になって、ここが黄色になるとホールドで、で、これをホールド回路。ちょっとこれ操作しにくいですけど、なってますね。そんでボリュームがついてて、ここがリモコンと、イヤホンですね。端子がここについてます。だから通常のイヤホン端子が使えるんです。ちょっと今回はですね、リモコンがなかったんですけど、ここをね、ここのスライドさせるんですよ。そうすると、テープのスピードをコントロールできます。これはね、TCM の、要するにモノラルのシリーズでは、これ結構ね、定番でもあるんですけど、ウォークマンでこのスピードをコントロールできるっていうのは、僕は初めてですね。今、種類としては50種類ぐらい、ウォークマンを見てるんですけど、そのうちの26種類ぐらいのウォークマンは、ほぼ直すようには、直したことがあるんですけれども、ですから50種類ぐらいかな、40種類か50種類ぐらい見た中では、私はこの、テープのスピードがコントロールできるっていうのは初めてですね。はい。で、ここに、ガム電池が入るんですね。というガム電池。はい。じゃあちょっとやってみますね。これ、テープはここで開きます。で、これデモテープなんですけど、入れてですね。で、まあ、外付けの、スピーカーの方に、で、ボリュームはどうかな、このくらいでいいかな。そしてプレイ、ちょっとスピードのコントロールちょっと試してみますね。
ちょっと 音大きくする。ほら遅いでしょ。これは標準で早く。ちょっと面白いですね。これ最後の機種、最後の機種だったのからかな。このソニーのですね、ソニーの特徴的なもの、あ、終わっちゃった。リバースかかります。うん、こんな感じでね。だから、カセットとしてはですね、最後の機種なんで、いろんなものを盛り込んだのかもしれないですね。モノラルでよく使われてた、このテープのコントロール、スピードのコントロールっていう機能も、ウォークマンにつけてみたのかもしれない。よくわからないけど。ともかくね、これがね、最後の機種らしいんですよね。はい。まあ、この後ですね、このカセットウォークマン最後の機種が、最後の機種のね、中がね、どんな風になってるか。要するに、ある意味、ソニーの集大成のメカですね。メカというか、回路とメカ。こう、カセットウォークマンの総集編というかですね、一番最後、洗練された、ものがね、どのくらいに、どんな風になってるかっていうのをこの後、レポートしたいと思うんですけど、これはね、安物のウォークマンではないんで、これオープン価格なんで、通常の価格はわかんないんですけど、少なくとも、ウォークマンとしては、中級から高級な、機種だと思います。ソニーの中級だと、だいたい2万2千円ぐらい。もうちょっと落ちると1万9000円とかですね。その辺のものが、まあ、中級レベルで、高いものだと3万円からですね、一番高いものが、6万っていうのがあったかな。それはラジオとかついてるタイプなんですけど、通常この手の、ラジオ機能とかついてないウォークマンで一番高いのは3万円ぐらいなんですよね。ですから2万円から3万円ぐらいで多分売られてたものだと思うんですけど、実際にはオープン価格なんで定価がないんで、ちょっとわからなかったんですけど、ともかくね、一番最後の機種です。うん。これゴムベルトとかも取り替えて、まあこんな感じでね、再生できるようになってます。はい。これね、ゴムベルトって、先ほどもですね、これは一番最後なんで、ソニーにちょっと聞いてみたんですけどね、もう、これ一番最後の機種なんですけど、もうゴムベルト、純正のゴムベルトはないんですよね。ですから、純正のゴムベルトはもう使えないんで、私は戦国っていうところからちょっと調達してるんですけど、で、なかなかですね、調整難しいんですよね。純正ではないんで、つければ、取り替えればね、動くっていうものでもなくて、いろいろと、まあ、調整して一番合うものを探したりとかですね、して、こう、調整しているんです。ですから、まあ、さっきの、40種類ぐらい扱った中で、今のところ25種類ぐらいしか、こう、直してないっていうのは、最終的にはその、一番多いのが、ゴムベルトの調整がですね、できないっていうことなんですね。その辺はまだ、今後の課題としてですね、いろいろと、試してはいるんですけど、そういうことでですね、まあ、この後、中の様子をお知らせします。はい。では、内部の様子をちょっと見ていくことにします。ですね、本体の側面にあるですね、小さいネジを外すとですね、蓋っていうかですね、開くんですね。そうそう、これちょっと、この写真は蓋の方なんですけれども、これね、こう、スライドするようになってるんですね。真ん中にちょっと、こう、ギザギザがあるんですけど、それが動く、こう、このバーみたいなところをスライドさせると、ちょっとね、本体外側の写真をこう乗っけておきますけど、
このですねスライドする、前にも説明してるんですけど、あのこの機種はですね、こうテープのスピードをこう変えることができる機種で、その変える仕組みがここにあるんですけど、こうスライドすることで、この内側の蓋の裏側についてるこのギザギザのところがこう左右にですね動くんですよ。それがこの次あたりに出てくる写真でも説明しますけど、実はボリュームをここでコントロールしてるんですね。テープのスピードをコントロールするためのボリュームをここで動かしてるということです。これがですね、TCM 要するに、ソニーのモノラルの場合は結構こういう機構をついてたんですけど、ウォークマンではあんまりなかった、過去にないのかな、なかったんですけど、この最後の機種はこういう、TCM モノラルの機種の、技術っていうかですね、その辺の機能もここに入れてるみたいですね。はい、そして基板側なんですけど、これはこの写真ですね。この真ん中やや右にあるこう突起があるですね、ギザギザした丸いところがあるんですけど、これがボリュームになってるんですね。でこれがさっきの、スライドの時のギザギザと噛み合って、このボリュームが回転するわけです。それによってテープのスピードがコントロールできるようになってます。中こんな感じで、これウォークマンの後期のもの、特にこのゴムベルトのかかってるモーターとこの回転するこう丸いやつですね、その関係は後期の例えば EX シリーズとかね、 FX とかそういったものではだいたいこんな形になってますね。その辺はその変わらないんですけど、ただちょっとまだ調べてはいないんですけど、ちょっと気になった違いはですね、このモーターのすぐ上にあるですね黒い丸いところ、これがですねこの TCM651 は大きいような気がするんですよね。確かね、その前の機種とかはここの黒い部分が小さかったと思うんですよ。そのためにですね、結構ここにテンションというか圧力がかかってたんですけど、これをもしかすると改良したのかもしれないですね。これ以前もちょっと紹介したように、ここの黒い部分がこう動くタイプのものがあるんですよね。ですからもしかするとソニーの技術者はここの存在っていうか、この黒い部分のですね部品、そこに何かを見ていたのかもしれないですね。ここをなんとかすることで性能なりなんかそういうのが上がったりとかですね、なんかそういう変化があるって見てたのかもしれない。でそのためにここを少しずつなんか変えていったのかもしれないですね。それ最終的な結論になるかどうかわかんないですけど、コストとか性能とかの結論としてこういうここの黒い部分がですねちょっと大きめの、右側のちょっとグレーの丸いところありますね、それとちょっと一回り小さいだけなんですね。以前のはかなりこれ小さかったと思ったんで、まあ今度その辺の比較をしてみると面白いんですけど、っていうのは世代をこう見ていくとですね、この辺の違いっていうかですね、どう変わってしまったかっていうのが分かるんですよね。今確かね、私の手元っていうか資料としては40種類ぐらいの中の、写真なんかもあるんで、その辺ももっとね多く撮ってですね、全部では200種類今日ぐらいの種類がウォークマンあるみたいなんでね、それで年代によってこの辺の設計の仕方がですねどう変わったかっていうのも今後ですねレポートできたらいいなと思います、まとめてね。ということでこういうこと形になってるんですけど、それで
この次の写真こう赤くこう丸つけた部分ありますよね。ここはハンダ付けされてるんですけど、この基板をですね外すときに、このハンダを外さないとですね基板が外れないようになってるんで、その外す箇所ですね、こう左側のはモーターの端子っていうかですね接点がハンダ付けされてるところで、その一番その上のところにあるのがこれ外付けの、電池ボックスにつながるバネなんですけど、そこも、ハンダ付けされてます。でこのバネを取らないとですね実はこのゴムベルトも交換できないんですね。だからここはねゴムベルトこのバネ外付けの電池ボックスにつながるバネのところは外さないとゴムベルトの交換ができないんですね。そして右の下のところの丸い赤印のはですね、これはですねテープの存在、テープが入ってるかどうかを検知する、端子っていうか接点がですねここに判断されてるんですね。それはメカの方に、固定されてるんで、ここも取ってやらないとダメですね。そしてその左上にあるこの白いギザギザの丸いところの下ですね、ここは一つはですね電池のマイナスのバネにつながってるハンダ、それともう一つその右にこう縦にこう縦長の印がついてるんですけど、赤いこれはですねそのこの裏側のメカの方にですねなんでソレノイドがついてるんですね。そのソレノイドをこうカチャカチャと動かすことでですね実はこの歯車の機能を変えることができるようになってます、はい、なのでその辺のハンダ付けを全部外してやらないとダメです。あともう一つ右上の隅にあるこれがフレキシブルの、ケーブルなんですけど、これはですねこれもハンダ付けされてるんですね。機種によってはこれコネクタになってる、フレキシブルのコネクタがついてるものも結構あるんですけど、後期になってくるとそういうコネクタになってるのが主流だと思うんですけど、この最後の機種はなぜかまたこれハンダ付けになってるんですね。その辺はもしかするとコスト面の兼ね合いがあったのかもしれないですね。そんな感じでこれを外すとですね、中のメカが出てきます。これ外して手に持ってるところですけど、こんな感じでパカッと外れるようになってますね。そしてメカが出てくるとこんな感じです。これねなんて表現していいのかな、初期のメカはものすごく複雑です。また比較するこの辺のメカの移り変わりもこうレポートすると非常に面白いと思うんですけど、でこれはですね要するに複雑な過去のですね複雑なものとですね一番簡単なウォークマン、例えば EX21 とかですねその辺があるんですけど、それはかなりこう安くできてたものなんですけど、それに近いぐらいの簡単さのメーカーなんですけれども、初期のものっていうのは例えばこの、歯車のですね支えてるこう筐体、金属の部分がこれ歯車の部分ってほとんど見えないぐらいにぎっしり詰まってるものとかもあるんですよね。これは結構スカスカに見えるんですよね。で歯車の数もそんなに多くはないですし、なので結構洗練されて最終的にこの程度の歯車というかメーカーで動かせるようになったのかもしれないですね。で
左下にあるあの左下っていうかちょっとツートンカラーの、歯車なんですけど、これはですね光センサーがこう基板の方についてましてね、この回転を、マイコンというかですね、あのコンピューターがですねこう回転しているかどうかっていうのを検知するため の、 あの機構になってますね。で右下の黄色のところがあるんですけど、これがさっき言ったソレノイドですね。このソレノイド、ソレノイドっていうのは、あの知らない人がいるかもしれないですけど、電気を通したりなんかするとこれがこうカチカチとこう物理的に動くんですよね。この図で言えば、あのこの金色の横にある横のね銀色の部分、これがですねパカパカとですね左右に動きます。そうするとそこにつながってる白いこう縦長の部品なんですけど、それが動くことでこのその先についてる、黒い、歯車に作用するんですね。それによって動きを変えるわけですね。こんな感じでですねメカの部分がこうできてるんですけど、これもちょっと見ると時計のね中みたいなんですけど、複雑に見えるんですけど、実は初期のものはもっともっと複雑だったんですね。特に、オートリバースがついてるものであるとかですね、そういうもの、これもオートリバースがついてるんですけど、そういうものはですねかなりこの辺が複雑にできてました。これは非常にすっきりしている、機構になってますね。それとこの上に2つあの灰色のものがある、灰色のこの、丸いものがあるんですけど、これは初期のものはですねこれが真鍮かなんかですね、この金属でできてましたね。それがだんだんと、ある時期、これちょっと、ね、年号はちょっと調べてみないと、あの調査してみないと中のあのこの機構を見ながら比較しながらね分かんないんですけれども、これが最終的にはこのプラスチック軽い安い素材に変わっていくわけですね。この辺の部品もですね非常にテープの安定性には重要な部品なんで、その辺は多分設計者開発者がすごく試行錯誤したものだと思います。と、あの歯車の部分もさっき随分簡単になったって言ったんですけど、この辺もですね非常に何て言うんですかな、あの複雑なんですね。今のコンピューターみたいに01でプログラムで組んでやるっていうものじゃなくてですね、この歯車の組み合わせ動き、そういうものによってですね機能をコントロールするわけですね。これはすごく ある意味ね、あの複雑なあの設計というか開発プロセスだと思います。それにちょっとしたこう回転のですねムラっていうかですね精度の違いによってもかなり性能が左右するんで、この辺は非常に開発者は苦労したんではないかなと思います。そして左側の丸いところね、これがモーターなんですけど、このモーターに関しても今度どう変化していったかっていうのをちょっと見ると面白いかもしれないですけど、初期のものはですね DC モーター使ってた、それは TCM のモノラルの、ものも初、モノラルのもののほとんどは DC モーターなんですけど、最後にねステッピングモーターに変わったりもするんですけど、モノラルもね、それはやっぱり、コストの面だと思うんですけど、このウォークマンもですねこのモーター自身も随分と変化してるんですね。最初のモーターは結構大きくて、このモーターの周りにちょっと基板が見えてると思うんですけど、最初は完全に密閉されたような構造ですね。そんでこのモーターはものすごく薄くできてるんですね。そのために密閉するとこう厚さが増してしまうんで、こう基板をむき出しの状態にして作ったんでしょうね。それによって軽くて薄くてっていうのを実現したと思うんですけど、
ただしそれと裏腹っていうかですね、このそれはプラス面なんですけど、マイナス面も実はあるんですよね。これを薄くこう小型にすることによってトルクですね、要するにモーター自身の力が弱くなってるんですね。そのためにこの歯車とかそういう部分のちょっとした負荷の変動でもって回転が遅くなったりすることがありますね。その辺の要するにテープなりのこうメカの部分のね、変動許容量をこう、補うことができないぐらいこうギリギリの、力になっちゃってしまったわけですね。うん、そのためにですね、電池の寿命が伸びてるっていうこともあるんですね。要するにトルク力を弱くすることでですね、弱くするっていうことはですね、その分エネルギーを使わないで済むということになるんで、電池の寿命が伸びていくわけですね。そういったマイナス面とですねプラス面をうまくですねこう折り合いをつけながら開発っていうのは進めていくんですけど、まあそういうこう歴史ですね。よく歴史でも人の歴史っていうのはあるんですけど、機械にもやっぱり歴史こういう移り変わりがあってですね、その機械の移り変わりの裏にはですね、実は人間社会とかですね、そういうもののこう価値観とかそういうものの移り変わりですね。要するにソニーは最初はものすごく性能を第一に考えて、ですからすごく複雑で、必要以上の性能を出そうとしてたんですね。ところがそれがやっぱり社会的な需要にはですねこう矛盾が生じてくるわけですね。安いもの、簡単に作れてですね量産ができるものにこう需要っていうかですね要求が移ってくると、やっぱり技術者の方もそれに流されて、やっぱりそういうものを満たそうとしていくわけですね。ですからみんなこうつながってて、その要はやっぱり人なんですよね。はい、そういうこういうふうにメーカーが移り変わっていきます。まあ、その辺の詳しいことはもうちょっとね、機種を分解っていうですね、いろんな機種を分解してこう解析した上でですねレポートできたらいいなと思って準備はしています。はい、でこう電池じゃないや、テープのですね蓋を開けるとっていうか外すとですねこんな感じになってまして、こうヘッドとか見えてくるわけですね。この辺はね後期のウォークマンと大差はないですね。ほとんど変わることがないですね。中央のところにこう銀色のね四角いのこれがヘッドですけど、それもねそれほど変わらないですね。多分僕の感覚からすればここの機構は3個か4つぐらいの種類に分かれるんじゃないかなと思ってるんですけれども、ウォークマンはね、それも TCM のこうモノラルの、ポータブルのレコードからですねずっと引き継がれてる技術なんですけど、これあとこれで言うとこのテープを走行するのにこのゴムのですね ローラーっていうかピンチローラーっていうんですけどね、それが左右についてるんですけど、この辺の歪みによってもですね音の揺れが生じますね。であとはその下にあるピンみたいなのがちょっと2本出てるんですけどね、これが実際には先ほどの丸いこうゴムベルトにつながった部分がここに出てきて、これが回転することでテープを送り出してるわけです。こういう機構があります。はい、こんな感じでですね、まあこう機械の話ばっかりしてても面白くない人もいますし、またですね心のさっきのね人とか社会とかっていうことを見てるだけでもまた面白みがなくてですね、
やっぱり全体としてですね、こういろんなところでつながりがあるんで、そういうところも含めてですね、レポートしていけたらいいなと思ってます。まあ本職がですね、心理カウンセラーなんだもんってね、機械の方はまあ工学部出てるんですけど、法政の工学部、電子工学の方、コンピューター制御、コンピューターを専攻してたんでね、でコンピューターの技術者をずっとやってましたからね、 SE もやりましたし、 LSI も開発しましたし、 Windows の Windows NT のですねノートパソコンも開発したこともあるんでってね、で NEC に出向して NEC のサーバーとかを作ってたこともあるんで、そういうこう自分自身がね、この心、まあ僕が心の方に進んだっていうのは、自分自身が自分自身がねうつ病になった経験と、まあちょっとね家内が統合失調症であったっていうことも含めてですね、そっちの方向に移ってるんですけど、もともとはこうコンピューターのエンジニアなんでね、その辺を経験してるっていうことは、逆に言うとその2つのつながりについてですね、やっぱりこうレポートしていかないといけないかなって自分では思ってますんで、その辺はちょっとうるさいなと思う人もいるかもしれないですけど、まあ我慢して聞いてくれる人は聞いてください。まあ嫌だなという人は別に聞かなくていいんで、はい、そういうことです。またいろいろと溜まってる資料とかもあるんでレポートしたいんですけど、何分こう一人でやってるもんですから、なかなかこう進まないで申し訳ないんですけど、例によってチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ブログも今サボってるんですけれども、まあ URL を載せときますんで、あとはこれもね、この WM-EX651 もですね、これオークションにかけますんで、調べたらまあ必要ないんで、まあ今後ねちょっとねコレクションしていこうかなっていう気もするんですけれどもね、1台ずつね、全機種200台ちょっとねそういうことも考えてはいるんですけど、とりあえず今はオークションにかけたりしてるんで、その URL も載せておきますんで、この後ですね、オークションに出品しようと思ってますんで、ちょっと時間差はあるかもしれないですけれども、まあ興味があったら覗いてみてください。はい、どうも今日はまたちょっと長くなっちゃったんですけど、どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。